おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバース、ザラのファウンダーリオがプーケットからお届けするメタバースチャンネルです。いやー、今ですね、僕これを撮る寸前に皆さんのですねワールドを見させていただいたんですよ。というのもですね、今月5月に入りましたね。で、4月の分のですね MVP の募集が締め切ったというところで、4月の分のですね皆さんがワールド、いろんなワールドを作ってくださっているのが投稿されていたので、それをですね見ていたんですけども、いやマジで結構ね、割と本気めにマジでビビりました。今までもだいぶビビってきたけど、もうちょっと声がねおかしくなるぐらいビビってますね今。いやー、だいぶこれね感動したのとビビってるのでリスペクトですよ。もうこれはね、もういやもうね、想像をもう超えすぎてますね、もう皆さんの凄さが。いやー、これ本当にね、いや僕マジでね、こういう時に一番ザナやっててよかったなって思うんですよ。例えるならば、そうですね、なんか音楽を自分が作ってて、なんか誰かとコラボしたりとか、なんか別のミュージシャンがいたりして、例えば歌を歌ってくれる人とかですね。で、自分がとてつもなく想像してなかったようなものができてくる時みたいなって、めちゃくちゃ作曲家として嬉しいんですよね。で、その感覚をさらに超えるものが、今僕の胸に去来していますね。もうこの、自分たちがね、結構一生懸命ずっと作ってきた、このザラのアプリと、そしてワールドビルダーですね。これを使って、いやもうね、想像絶対できないっていうようなものをどんどんみんなが作ってくるんですよ。もうこんなね、もう開発者冥利に尽きることはないっていうぐらい、なんかもう本当に感動してますね。いや、これが感動以外何ですかっていうぐらいね、めちゃくちゃ感動ですよ本当に。いやー嬉しい、頑張ってよかったなっていう、本当にそう思います。で、もうね、もう見ていても、いやマジですごいな、マジでレベル上がってるな、これね本当にすごいんですよ。もういくつもあるんですけども、もう数え切れないぐらいあるんですけど、素晴らしい作品が。まあなんかね、まだこれは皆さんの投票前とかなので、できる限りですね、そういったなんかあんまり影響がしないように、フラットにお話をしていこうかなと思うんですけれども、まずやっぱりね、皆さんのこのゲーム制作機能っていうものがね、今回から追加されているんで、それを実験的に使っていただいている方々が結構多いんですけれども、これがやっぱりなんか圧倒的に幅をやっぱり広げましたね、想像通りっていうので、まあ、実際のゲームっていうところまではいかなくっても、その、いろんな動きをね、プログラミングできるようになったんですよ、今回から。っていうのを使うことによって、すごい表現の幅が、みんな広がったなっていうのを今回感じていますね。例えば、このナコさんが作っていただいている、なんか未来の都市をですね、車が走っているシーンがあるんですけれども、これとかもね、めちゃくちゃいい感じに、車が、いい感じのなんかスピードでなんかこう道から道へと走っていて、なんかこういうすごいシンプルなことができるだけでも全然なんか表現の幅が広がるんですよね。なんかこれだけ使ってなんかすごい面白い映像作品が作れたりとか、なんかテーマ、なんか小作品というかね、ドラマが作れたりとかなんかするっていうぐらい、めちゃくちゃ表現豊かなんですよっていうものがねあって、だからなんか本当にあれですね、ふとしたシーンに、このゲーム機能を使うだけで、本当にね、ぐぐっと表現の幅が広がってるっていう作品がすごく今回たくさん見受けられまして、いや、本当にね、素晴らしいのと、あとは、結構今回あれですね、トレンディングというか、傾向があるのが、有名ななんか名作の再現っていうのがね、結構多いですね。某ジ・マルブリさんの作品であったりとか、某新丸の巨人であったりとか、あとは某なんだ、エヴァン・マルゲリオンとか、全然隠れてねえな。いろんな作品がありましてですね、これはなんか本当にね、もうその発想力がすごいですよね。いや、もうすごい。あとはですね、おうち系も今回多いですね。いや、この、ザナキッズさんが作っている、なんかもうマンション。初めて見ましたね、こんな巨大なマンション。
いやーすごいですね。これもう本当になんかどうなってるんだこのね、あのなんていうかな、部屋の内装のアセットとかがものすごくて、あとはですね別荘みたいなのを作ってる方もいらっしゃいましたね。マロさんかな、そうですね、素敵なお家を作ってらっしゃったりとか、あーすごいですね。で同時にですねもう一個発見したのが、このザラワールドビルダー講師さん非公式っていうのがあって、これはですね、ゆくゆくはこれからザラ大学が始まっていくときにですね、すごくきっとこれは使用されるであろうワールドビルダーのですね講師の方々がやってくださっているアカウント、ツイッターアカウントがあるんですけども、ここでですねゲームアセット、ゲームモジュールですね、こういったものを使ったら一体何ができるんだろうみたいなことをすごくわかりやすくシンプルな、ワールドを作ってで、そこでなんか面白いことをしながら、まあ、実験的にそれを使ってどんなことができるんだろうみたいなことをですね、教えてくださっているんでね、これもすごい役に立ちます。皆さんぜひフォローお願いしますというところと、ね、あとは本当に、コロッセウムみたいなのもありますね。シューマルさん、闘技場ですね、こんな巨大建造物もあったりとか、ですね、もう他は、いやすごいなこれ。でも本当にあのこのラフさんの家はこれはあれですね、ザナジェネシスとのお家みたいな感じのコンセプトですね。であとね、またやってくださいましたね、このジライアさんが作っているジライア遊園地コンセプトがあるんですけれども、これがですねまたパワーアップしてますね。いやもうこれはね、もうなんかゲーム機能をもう使い倒しまくっているのか、もうなんか大変な動き、ありとあらゆるオブジェクトがなんか大変な動きしてますね。いやすごいな、このジライアさんはね、ワールドビルダーの使い方っていうのとか、あとはそういったゲームモジュールもですね、この細かくブログに書いてくださったり、YouTube で撮ってくださったりしてですね説明してくださってるんですけど、いやすごいですねこのジライア遊園地。あの最近ね、これ本当に嬉しいことなんですけど、ゲームモジュールで、コメント機能っていうのかな、あの吹き出しみたいなのが出てきて、あのなんかこう自分でメッセージ入れたりする機能があるんですけど、やっぱりこれがあるとですねすごい表現の幅が広がって、なんか、ゲームっぽく、ゲームのアナウンスっぽく使えたりとか、今までは動画で、後から合成してですねあのテキストを皆さん打っていたんですけど、今回からは結構そういった感じでもうビルダー内でそういったメッセージも出すっていうことをですね皆さんしてくださっていて、いや本当にいい感じになってきましたね。っていうかね、マジでザナーはすごくなりますよ。これは本当にすごくなります。これはもう今の時点でですね、ゲームビルダーのゲームモジュール、開発モジュールがね、本当に十数個出ただけで今ね、こんなことになっているんですよ。半年間ずっとね、皆さんがワールドを作り続けてくださっていて、それがどんどんね、今このゲームモジュールの登場によって、全く新しいステージに行って、そしてもうすでに1ヶ月でこんななんか面白い、なんか本当にゲームっぽいようなワールドがどんどんできてきてるっていうのがね、いや衝撃で、こっから先マジ見物ですね。いやザナもね、こっからですよ。マジでこれはすごいことになると思います。本当にもうなんかね、あのポジショントークというか、あの自画自賛というかあれなんですけども、いや本当にすごいものにマジでなると思いますね。これはもうワールド今作ってくださってる皆さんね、自信を持ってくださっていいと思いますし、ザナを押してくださってる方々もね、みんなマジでこれ自信を持っていいと思います。ザナはとてつもないことになります。マジでこっからもう見物ですっていうぐらい、もうね素直に僕マジで感動してるぐらいすごいことになってます。これはいやー楽しみですね、本当に楽しみ。あとはついこの間ですね、お花見ワールドコンテストというものがですね、これも完全に僕たちの知らないところで DAO のメンバーさん主催でやってくださったんですけれども、本当にこれもね素敵なワールドが多くて、なんかお花なんでね、こんなになんかザナで花が使えるなんて思ってなかったっていうぐらい、すごいね華やかなシーンがたくさんあって、もうなんかね幻想的な、僕のすごい好きな感じのワールドがたくさんあるんですよね。いやもうね皆さんね本当にすごすぎっすよ、もう素晴らしすぎる。でなんか結構このなんかムーディーななんか夜の夜桜みたいなものとか、お昼のねすごいなんか素敵なさんさんとした感じのワールドであったりとか、もう本当にね皆さんの想像力ですよ。もう想像力がね素晴らしすぎます。で想像力といえばこの方もすごいですね、味噌汁たけしさんがなんか人体の中に入っていく、っていう斬新なコンセプトのワールドを作られていますね。ああなるほどな、
いや、すごいですね。こう、なんか口から入って、胃の中に入ってみたいな。で、消化器官がどういう風になってとかっていうのをですね、なんとワールドビルダーで再現されていて、これ普通になんか教育コンテンツとかとして使えそうですよね。いや、マジすごい。で、あ、とかですね、もう本当に素敵なね、作品ばっかりなんですよ。なんかっていう感じでね、もう本当に今感心しているところなんですけども、実はですね、本日、ザナーフェスの打ち合わせをですね、していたんですよ。でね、これはもうとってつもない、なんか今日はね、僕あの、感情表現しかできないんですけども、全然内容のない話で、ね、申し訳ないんですけど、あのね、結構感情が今日は高ぶっていて、なぜかというとですね、もう本当にそのザナーフェス、今回の、が結構、こうすごいことになるぞっていうね、素晴らしいミーティングだったんですよ。もうね、さすが持つべきものはもう元企業メンバーだなっていうかね、もう本当に何なんでしょうね、この10年来のあうんの呼吸みたいな、10年ぶりに一緒にプロジェクトするんですけど、もうね、もうあうんの呼吸ですよ。素晴らしいなと思って。で、あの、どんどんね、素晴らしいアイデアが生まれてきて、もう久しぶりにね、めちゃくちゃ楽しいんですよね。これってやっぱり、なんか、社内のメンバーとやり取りしてるときはですね、もっとなんか、システマティックになんかやるべきこと、トゥードゥーみたいなものとか、期限とかですね、いろんなシビアなことをね、ガンガン詰めていかなきゃいけないので、まあ、どちらかというとですね、こう、スキルでやってるっていう感じ、考えとスキルでやっていってるって感じなんですけども、僕は本当に好きなのはね、やっぱりこう、クリエイティブな作業なんですよね。で、まあ、それこそこうやってね、ワールドビルダーとか、使って皆さんがやってるようなことがまさにクリエイティブな作業なんですけども、まあ、当然のことながらですね、裏側の開発はですね、もう細かい作業のね、連続と繰り返しの大変な作業の連なりなんですよね。だからなかなかそうやってクリエイティブにみんながワイワイ楽しく笑いながらやってるっていう感じでもないので、まあね、皆さん本当にうちのチームは頑張ってくれているんですけども、まあそういった人たちの上にですね、やっぱりこういった創造性が発揮されるっていうので、まあ、本当にね、お互いが力を合わせてやってるなっていう感じなんですけども、まあ、本当にね、このザナフェスに関するミーティングはもうクリエイティブ、もう僕は本当にクリエイティブの人に戻って、で、なんかもう思いつく限りですね、どうやって面白いイベントをやっていこうかっていうのと、あとどうやってね、僕たちが作ったこのザナっていうツールを使って、新しいね、これからの時代のメタバースのコンテンツっていうのを作っていこうかっていうね、もう本当それのみなんですよ。シンプルに本当にそれのみの、ブレストと言いますかね、あの発想の想像力の赴くままに、語り合って、しかもね、あの、一緒にミーティングをしているこの、僕のパートナーもすごいね、想像力とインスピレーションの塊みたいなね、人なので、もう本当二人やってると止まんないんですよね、ずっと。今日も僕は本当にね、ずっとプールに、どれぐらいだろうな、9時間、10時間ぐらいね、体疲れながら、また全然出ずにですね、もう体ふやけながら、ずっとミーティングしたんですけども、ほんと楽しくてですね、いやー、やばいことになりますよ、今回のザナフェスは。もうほんとめちゃくちゃすでにね、自信があるし、もう未来ので、今回で1回だけじゃなくって、これからですね、シリーズ化していく、この、リアル、とメタバースの融合である新しいザナフェスの可能性がですね、今後マジでやばいんですよねっていう絵がもう完全に見えてるので、もうこれをね、あの、早く皆さんにお届けしたくて仕方がないというような状態になってます。で、このザナフェスもですね、もうすごいんですけれども、そのザナフェスに次いでですよ、ザナフェスに次いで、もう今日のミーティング中にですね、とてつもないアイデアが出てきたんですよね。もうこれね、喋りたくてしゃあないんですけれども、あの、ちゃんとね、この発表はタイミングを見計らってしっかりとしたいので、あの、ニュープロジェクトがですね、ザナの中で立ち上がるんですけれども、これはね、もうね、勝ち確です。一言で言うなら、もう勝った、これは勝ち確です。もうこれでザナは多分ヒットするだろうってい もう完璧な絵がね、自分の中でバチコーンって見えたんですよ。で、こんなに見えたことって多分今までないですね。あの、ザナフェスを初めてやろうって思いついた時とか、とかでもないくらい、いや、すごいのが見えたんですよね。もう、ほんと未来の映像見えたんですよ。完全に自分の中に。ね、それぐらい、バシコーンって今日来たのがあって、いやー、これはね、来ました。マジで。すべてのね、ザナに関わっている方々はね、安心してください。もう、これはね、勝った。マジで。何言っとるんって話なんですけど、酔っ払ってないですよ。酔っ払ってないんですけど、マジでね、勝った、これは。っていうものが来たので、これはね、ザナフェスのタイミングぐらいで発表できたらなと思って、これからちょっとね、ちょうど爆速で今日から準備をスタートしていくんですけど、マジでね、勝ったとしか言えんっていうぐらいの最強のアイデアを思いついたんで、
やりましょう、皆さん、これね。何も発表する前にやりましょうって何やねんって話なんですけど、ちゃんとね、発表するまでお待ちいただいて、これ見ていただけるとですね、僕が言っていた意味が、おそらく通じるかなと思うので、ちょうど1ヶ月後ぐらいですね、ザラフェスの日を楽しみにしておいていただければなと思っています。でもね、徐々にですね、これヒント的なものっていうか、今月スタートする、このザラの、なんか、ミニドラマみたいなものですね、MVP でですね、募集をスタートする、そのメタバースを使ってみんなでドラマを作りましょうみたいな、まあ、こういったものをですね、発展するさ、やっぱり先に、ザラが目指すべき世界が、めちゃくちゃ広がってるなっていうのが、やっぱりね、これがきっかけなんですよ、一つの。ね、思ったんですよね。だから、ここの分野、マジで伸びると思うんで、ぜひですね、今月皆さん力を入れて、いろんな形のドラマをですね、ぜひザラで作っていただきたいんですよ。もうそこの先に、マジで、勝利の方程式がね、あるんですよ。ドラマの先に。あるので、これね、そして、そんな、やっぱり、僕はみんなの作品をこうやって見れば見るほどね、どんどんインスピレーションが湧いてくるんで、これです。もうマジでね、これね、本当思いついてよかった。このドラマを、スタートするっていうところからですね、もう今回の勝ち筋が、ずっと連なってるので、これがね、発端なんですよね。なんで、これね、マジで伸ばしていきましょう。これは絶対未来この先にあるんで、やりましょう。本当にね、いいと思います、これは。というわけで、皆さんね、この今月1ヶ月、いろんなドラマをですね、ぜひ作っていただいて、どんどんツイッターに投稿していただいたりね、TikTok に投稿していただければ嬉しいなと思っていまして、そこでやっていただく活動が、今後のですね、ザラのすごい展開にね、つながっていくんですよ。もうそこまで見えているので、ぜひやりましょうというところでね、謎のテンションなんですけれども、今日僕はこれを話したことを覚えておいていただければなと思っております。はい、といった感じでですね、今日もテンション皆さんのワールドと、このザラフェスのミーティングと、そしてニューアイデアで、日進展開のね、ニューアイデアで、もうテンションわけのわからないことになってるんですけど、たまにはね、ちょっと許してくださいというわけで、はい、今からまたね、ザラフェスの準備に戻るんですけども、もう早くね、イベントの日を迎えたいなと思って、今からめちゃくちゃワクワクしてます。はい。そしてですね、そうですね、最後にお知らせ事項に行きましょうか。はい。もうテンションおかしいですけど、とにかくね、ちゃんとお知らせをしないと。ですね、昨日夜ですね、発表させていただきました NFT デュエル、クリプト忍者の拡散チャレンジスタートいたしました。こちらトータルのですね、リワードを2000ドル分ぐらいの、NFT デュエル、クリプト忍者パックですね。こちらですね、そうですね、ブログをですね、アップしたので、ぜひこれ見ていただきたいんですけども、1ヶ月間やらせていただこうと思っています。でですね、NFT の発売日は5月12日なんで、それまでが前半戦ですね。そしてそれが終わってからが、今度は実際のそのカードを手に取っていただいたりとかして、まあ、いろんな使えるコンテンツが増えて、実際のゲームも遊び始められるようになるっていう、そっからのですね、また拡散もあるので、前半後半とですね、セットで今回やらさせていただきます。そしてですね、各 SNS、今回は Twitter と TikTok でやらさせていただきまして、TikTok の方がですね、やっぱり難度が高いので、こちらをですね、ポイントが倍ぐらいポイントがつきます。でですね、1位の方が5パック、4位の方が、2位の方が4パック、3位の方が3パック、トップ上位の方が2パックずつというところでですね、まあ、1パックあたりがだいたい20ドル相当の、ものになりますので、こちらをですね、ぜひゲットしていただければなと思っています。そして、ですね、ゼータトークン、およびザナランドのですね、ステーキングが始まりました。今回からですね、ステーキングはサイクル14となりまして、豪華商品ですね、また用意しています。今回はですね、ランドステーキングの報酬が、ザナペンペンズ、ザナランド、そしてザナジェネシスのアニメーションプラグイン、ザナスニーカー、NFT デュエルカードのパック、そして NFT デュエルカードのシングルカード、そして NFT デュエルカードのアローリスト、ザラのウェアラブル、そしてゼニーですね、ゼニー、アプリ内通貨となります。そしてですね、ゼータトークンステーキングの方の報酬が、ザラペンペンズ、そしてザラジェネシスですね、そしてザラジェネシスのボイスプラグイン、ザラスニーカーズ、そして同じく NFT デュエルの、パックカード、そして NFT デュエルのブースターですね、攻撃力とか防御力とかを上げるブースター、そしてですね、木梨さんのですね NFT が動き出しますんですよ。これね、
ちょっと、なんていうかな、いつもこの、リワードっていうか、NFT を発表してから、時差がね、発生して、この、ステーキングのリワードを早めにやっとかないとですね、NFT が実際発表される頃に、なんか、ステーキングが間に合わないみたいなことになっちゃうので、先にですね、こちら、木梨さんの NFT の、詳細を発表する前に、ステーキングのリワードで先に出てるっていうおかしな状況になってるんですけども、とりあえず、木梨さんとですね、これから出る、今後出る NFT のアローリストをですね、そして、ザナのウェアラブル、そしてゼニーアプリ内通貨というふうなですね、かなり豪華なリワードになっておりますので、ぜひ皆さんですね、参加してください。ちょうど昨日から始まったのでですね、まだ全然今日は今、ステーキングすれば初日からの参加になりますので、ぜひゲットしてくださいという感じでございます。はい、というわけでですね、5月結構ザナやばくなりますよ。やばくなりますし、価値格確定っていうような、とんでもないアイデアも出てきましたので、皆さんぜひね、一緒に盛り上げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。